はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第262回でございます。 今回のテーマが YouTube での教育を考えるということで、えーまあ、いつもね、真面目に話してるつもりなんですけど、今回は特に真面目な回となります。で、えー、と自分がすべきことっていうのと、あと生放送について、えー、と最近生放送ができてないので、そのスケジュール的なところをお伝えする形で、今回のダラダラジオの内容としさせていただきますので、させていただきますので <laughs>、えー、よかったらね、最後までお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。でですね、あの、 ちょっと、ちょっとでもないんですけど、偏頭痛がここ数日ひどすぎてですね、まあ、薬今飲んで痛み止めの打ってない、飲んでるんですけど、ちょっとね、声を張ると自分の声で結構頭がガンガンしてしまうので、若干トーンがいつもより低めなんですけど、あの、近接、あの、聞いてください。でですね、まあ、YouTube での教育を考えるということで、まあ、このチャンネルでね、まあ、YouTube で教育っていうか、まあの、教育 YouTuber と、 いうのを勝手に言って、まあ、活動してるわけなんですが、まあ、もう7年目ですね。6年経って、7年目となっておりまして、で、一応今登録者が47万ちょっとか、ね、いさせ、ね、いてくれてて、で、やらせてもらってるんですけど、で、まあ、当初ずっとね、自分が目標として掲げてることが、まあ、YouTube だけじゃなくて構わないんですけど、もともと教育っていうのは一番最初ね、自分が本当生まれる前ぐらいは、 高教育。つまり学校教育だけでまあ成り立ってたんです。成り立ってたというか、それだけで良かったんですけど、でもそれだけじゃやっぱりカバーできなくなったり、まあね、その、なんだろう、受験とかいろんなことが加味されてね。で、え塾とか、家庭教師っていう、まあ、企業が、会社が入ってくるような、そういったま、お金を払って教育を受ける場所っていうのが、当たり前のようにもありますよね。塾だって家庭教師だって通信教育だってあるじゃないですか。 で、その日本柱でずっと日本の教育を支えられてたと思ってるんです、自分は。まあ、もちろんいろんなことはあるんですけど、まあ、主にね。で、でも、やっぱり塾講師をやっていって、どうしてもそのお金のこととか、いろんなことが加味されて、まあ地域とかの問題もあるんだけどね。地方に行くと、本当に塾ってないんですよ。ない。その地域に一箇所しかないとか、っていうのは普通にあったりするの。本当にね、田舎になってくると。 でまあ、そういった地域格差とかあとはまあ所得格差ね、あとお父さんお母さんの,その収入の格差とかで塾に行けなかったりとかすることも,も、ね、いっぱい出てきて,てまて慣れたってないとは言わないんですけどどうしてもカバーしきれてないところが出てきてると思ってそれをまあ塾講師の時に実感しててだからこそ YouTube だけじゃないけどその無料で受けれる教育フリ,ーなフリーで、ね、受けれる教育っていうのが日本には今必要だ。 で、それが3本目の柱、教育とね、3本目の柱を立てて、3つの教育、その公教育、学校教育と塾とか家庭教師とかの教育と無料で受けれる教育っていう3本柱で日本の教育をもう支えると言ったら大きな言い方になるかもしれないですけど、っていうのが自分の理想というか目標なんですね。そのために YouTube ずっとやってきたし、でありがたいことに、 本当最初は泣かず飛ばずでしたけど、だんだんとこう認知されてって、まあテレビとかにね、取り上げてもらったのも大きかったですけど、YouTube で授業って受けれるんだっていうのがだんだん浸透してきた。で、それにプラスして、今はね、こう自分以外の教育の YouTuber の方も結構増えたから、それがね、よりね、こうなんだろう、勢いが出てきてて。 で、この前ね、Google が発表してましたけど、Google は今教育分野にすごい力を入れようとしています。ちょっと喋れないこともまだ多々あるんで、詳しくは言えないとこもあるんですけど、そう、これはもう大々的に発表されてて、で、これから多分盛り上がる。日本でもね、盛り上がると言ったらあれだけど、大きくなっていく分野だとは思います。特に日本において YouTube はエンタメ要素が非常に強い。まあ、これは世界的に言えるとことなんですけど、ただ、海外に目を向けると、 教育分野、YouTube の教育分野って海外の方が圧倒的に認知されてるんですよ。い強い、海外の方が。普通に教育系の動画を上げてる方で登録者100万人超えてる方なんて普通にいるし、海外だったら。でも日本は、えっ、ー、と、学校教育。英会話とかだったらね、例えばあの、バイリンガールのチカさんとかいらっしゃるので、100万人超えてる方とかいらっしゃるんですけど、あの、学校教育っていう分野だったら、もう自分のこの47万がトップなんですよね。 そ,うそれぐらいに海外と差ができてしまってる。うん。で、それは、やっぱり学校教育とどうしても切り離され気味なんですよね。まあ特殊な教育分野、まだ自分のこのね、YouTube っていうのはさ。でもそれをもっともっとやっぱり認知されていかなきゃいけないと思ってて。だから、そういった意味でも、まあ、今回 YouTube が発表、ああ、とか Google が発表したことは追い風になると思うし、でも追い風になるかどうかは自分らその配信者の,の頑張りだと思うのね。 で、その頑張りっていうのは、もちろん、今えっと、YouTube の動画の内容ですね。授業動画の内容とか質とかの面ももちろんあるんですけど、きっとそれだけじゃね、今はダメなんだなって思ってます。その、その辺をちょっと今回話して、まあ自分のすべきことっていうところにも当てはまるんですけど、えー、27歳で、え、この活動を始めて、まあ当初はですね、とにかく認知されること。 ね、YouTube で勉強ができるんだってことを、とにかく知ってもらうことが一番の、なんだろう、必要要素というか。それは今も変わらないんだけどね。もっともっと認知されたいし、やっぱり、受験が終わった後とかにもっと早くに知りたかったですっていう声はただいただく。で、その、いただくのは嬉しいんだよ。それだけ有意義なものって認知されて、あと思ってもらえたのは嬉しいことなんだけど、やっぱり悔しい。もっと早くに自分が努力をしてその子に届けられた、このね、 活動、こういうのがあるんだってことを知ってもらえてたら、もしかしたらその子の勉強が、もうちょっといいものというか、やりやすいものとか、成績も上がったかもしれない、とかって思うと、やっぱり悔しいことはあるので、もっともっと認知されるように頑張ろうってこともあるんですけど、でも、それだけだと、どんなにいい動画を上げたって知ってもらえなきゃ意味ないし、じゃ知ってもらうためには、何が必要なのかなって。で、それから、例えば広告を打つこととかもあるかもしれないんですけど、 日本全体で3本目の柱を立てるってさっき言ったけどさそこを叶えるためにはどんだけ YouTube でいいものをあげて YouTube でみんな学生のみんなに使ってもらって知ってもらったとしてもそこで終わってしまうんだよねうん自分はやっぱり学校教育公教育とか例えば塾さんとかもそうだけどそういったところと連携できたらいいなと思ってる よく勘違いされるのは、自分は塾なんて必要ないと思って、まあ、俺の動画だけ見てればいいんだよ、塾なんて行かなくてもなんて、さらさら思ってないの。学校行かなくていいよ、さらさら思ってない。学校も行ってほしいし、塾も必要だったら行ってほしい。自分らはサポートだから、メインじゃない、俺の活動の動画はね。そう。だから、えっ、ー、と、塾とか、学校とか行ってもらって、それでも、わかんなかったり、ね、こうカバーできないところを、例えばわかんなかったから、YouTube でハイチの授業探してみよう。あ、こうか、ここか。あ、わかった、わかったってなってもらえればいいわけだし。 自分はメインになる必要はないと思ってる。学校教育では、例えば勉強以外のこともたくさん学べるわけだし、集団生活の中でね。まあそれがメインだとは思っちゃいないけど、そういったこともあるからさ、塾は塾で学べることもあるわけだし。そう。だから、手を取り合うって言ったら、まあちょっと言い方が間違ってるかもしれないけど、うん、もっともっと学、例えば特に学校ょ現場、公教,教育の部分では、自分らの動画っていうのをうまく使ってほしいと思うのね。 邪魔をしたいわけではないし、うちらは。うちらはって言ってあれか大きいか、俺はね。と思ってるからさ。で、まあその時にじゃあ、まあ教育に、まあそういう風にね、学校教育、その先生にどう使ってもらうかっていうには、自分らがやっぱアプローチしていかなきゃいけないし、でもなかなか難しいじゃん、YouTuber が学校に、あのさ、例えば行ってさ、ちょっと、うち、俺の動画使ってくれませんかなんて言っても、それは門前払いを受けやすいとこだから。だから、やっぱり、 YouTube の力っていうか、ま、Google さんの力をうまく借りなきゃな、と、当初からずっと思ってて、で、すごくね、意識し始めたのは、10万人いた時ぐらいかなそのぐらいから、こう、Google さんにもっと認知されたい。最初の頃思ったのは、あの、好きなことで生きていくって CM あったでしょあれ、打ち切りとかなくなっちゃったんだけど、いろいろあってね。あの、はじめ社長とか、最初、はじめさんと、ヒカキンさんと、ま、ん、違う。はじめさんと、ま、 クス村井さんとチカさんだったのかな一回目確か。あれ、ヒカキンさんいたっけないや、違ったかな、まあ、ごめん。把握してないけど。はじめさんいたよね。あの、スライム風呂に入ってる CM だったよね。あとはじめちゃんの、はじめさんはね。で、あれに出たくって。そう。だそのためにいっぱい認知されなきゃと思ってたのね。で、もちろんそれはなくなってしまったから、その夢はちょっと叶わなくなってしまったんだけど、でも今、えっ、ー、と、韓国にもね、この前、その YouTube のイベントで連れてってもらったし、今すごく Google さんと密に連絡を取らせてもらってて、で、 その今週、月曜日と,えと木曜日に東京と大阪でそれぞれちょっとイベントに行って講演してくるの。で、木曜の方は Google さんに呼んでもらって Google さんのブースというか場所で喋らせてもらうのね。で、今、いろんな、例えば情報もいただいてるし Google さんからで声かけてもらったりとかこういうふうにやっていこうとか教育分、教育分野をね、盛り上げていくにはどうしたらいいですかねって話し合ったりとかもさせてもらってて多分自分がすべきことは今そこなのね。 もちろん、YouTube で動画を上げることも必要なことだしい。うん。じゃあ、もっともっと頑張んなきゃいけないから。で、まあ、引っ張るって言い方は、あれかもしんない。おこがましいかもしんないけど、でもやっぱり自分が引っ張っていかなきゃいけないとこあると思ってる。年齢的にも、早くに始めた人間だし。教育分野をね。そう。だから、その分もあるんだけど、じゃ Google さんと話し合って、自分ができること。例えばもし Google さんがこれから、 学校のとこに行って、プレゼンするなんてことがあるようだったら、自分がもし行けるんだったらそこに参加して、実際にやってる、実際に動画を撮ってる人間が喋る方が、やっぱり違うと思うし、こういう思いを持ってこういう動画撮ってるんですって、ぜひぜひ、学校、学校現場で使ってみてください、みたいなことも言えると思う。そういったことが必要だと思うのね。で、そうやって、地道な活動をして、でも、自分は年齢33だからさ、で、 他の、ね、教育系の YouTuber の方は多分30代ほぼいないんじゃないかな若いまああとまあ年の方もいらっしゃるけどでもやっぱ若いクリエイターがこれからどんどん出てくると思うからそういったクリエイターのね教育系のクリエイターの方がなんだろう広めやすいというか歩きやすいだから土壌道を整えたいの、うん、ず自分の中ではね、うん、自分はそういう役目なんだろうなと思ってるんだよそうだから、まあ、これから、まあ、Google さんとどういうことができるかはわからないんだけどそういった面で YouTube とか YouTube だけじゃなくていいんだけどねずっと YouTubeYouTube 行っちゃってるけどその無料コンテンツの教育っていうものがもっともっと日本で広がっていくように企業さんでも多いからねいろんな企業さんがやってるからさいっぱいあるんだけどでもそういったものがもっと盛り上がっていけるようにそれがきっと、まあ、学生のみんな中高生特に中高生のね中高生のみんなにとっては有益なものになるって信じてるからうん自分はこれからもそれをやるべきなのかなと思ってます はい。<laughs> ごめんね。クソ真面目な話なんですけど。そう。ちょっとこれは、うん、最近すごく思ってることで。まあ、じゃ YouTube のね、Google さんと関わることが多くなったから余計にそう思ってるんですけど。かなはい。<laughs> で、あとがですね、あ、生放送についてなんですけど、ちょっと最近生放送お休みさせてもらっててね、申し訳ないです。あの、なんだっけ、その、今週の東京とその大阪の公演のやつの準備が大変、ちょっと忙しくなっちゃってるのと、 まあ前ね、動画上げましたけど、その、ある仕事がちょっと今始まっていて、そう、締め切りがある仕事なんですよ。それがね、どうしてもちょっと回ってなくってですね。そう、だから動画もあんま撮れてないんだよね、最近ね。撮れてないんですが、まあそういったこともあって。で、テスト時期を、えっと、一昨日かなツイッターでみんなに聞いたら、だいたい11月の、まあ来週から末にかけてとか、あと12月頭ぐらい。 固まってたので、一応今週のそのイベントが終われば、生放送もまたできるかなとは思ってます。ただ、あの、この週ね、明日以降、あの月か水あたりでテストの方もちょっといたんだよね。で、その方にはちょっと生放送がね、ちょっとや,やれなくて申し訳なかったんですけど、ま,あ、またね、えっ、ー、と、来週ぐらいからは生放送できるかなと思いますので、あの、勉強のやつね、やりますんで、よかったらね、テスト勉強とか受験勉強の一緒にね、お供に使ってみてください。 はい。ということで、なんか喋り忘れが非常にある感じもするんですけど、まあそんなことを思いながら、これからもね、教育分野盛り上げていけるようにやっていきますので、ぜひぜひ、あのー、応援の方、応援の方って言ったらあれだけど、まあ自分だけ、あの自分が好きじゃなくてもいいと思うんですよね。他の教育クリエイターの方、ね、魅力的な方たくさんいらっしゃるんで、どのクリエイターの方でも構わないんですけど、ぜひあの、YouTube って場所で勉強することっていうのを、 あの、多分使ってくれてる方は、ポジティブに捉えてくれてると思うんです。YouTube で勉強なんでとは思ってないと思う。でも、きっとみんなの親とか、周りの友達とか、先生とかの中にはそう思ってる方もいると思うし、だからって別に、あの、売り込めとは思って、そこで喧嘩になったり、ね、みんながさ、へこまされても悲しいから、そんなことはしなくていいんだけど、でも、その YouTube の教育クリエイターのこと、誰かのことでも、誰か一人のことで構わないので、これからも、なんか応援する気持ちっていうのを、こう、言葉にして、 あの、伝えてあげてほしいなと思います。あの、なんて言うのかな。いや、俺だけなのかなわかんないけど、やっぱりね、みんなからもらう一言一言、頑張ってくださいもそうだし、わかり、多分ね、べ、教育系だったら、わかりやすかったですとか、ためになりましたとか、成績上がりましたとか、それなんでもいいんだけど、ポジティブな言葉もらうのって、やっぱエンタメ系の方より少ないんだよね。やっぱり、どうしてもそう多い分野ではないから、みんながくれる一言っていうのは非常に、 教育クリエイターの励みになってると思います。うん。なので、みんなが好きというか応援したいなと思うクリエイターの方にぜひぜひこれからも、あの、一言でいいんで応援コメントで支えてあげてください。なんか言い方違うかな。まあ、俺にもちょうだい。俺にも欲しいんだけど <laughs>。と思っております。はい。と、今後もね、ぜひよろしくお願いします。はい。というで、ちょっと長くなってしまったんですが、今週は YouTube での教育を考えるというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、 明日の東京のイベント、そして、木曜のね、大阪のイベント、頑張ってきます。あの、両方ね、あの、行きますよって言ってくれる方は何人かいらっしゃったんで、あの、会場でお会いしたらぜひぜひあの、声かけてください。ちょっとビデオ回してるとは思うんですけど、あの、大丈夫ですんで。<laughs> 緊張してるんで顔引きつってるかもしれないけどね、怒ってないから、あの、普通に声かけてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。それじゃ、また来週何か喋るので、よかったらそちらも聞いてみてください。今週はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。